はい、ということでね、今日は久しぶりにというか、多分これ年内最後ですね。まあ、あの配信の方はね、まだ分かったですけども、ちょっと遠出をするというのは、これが多分、最後だと思いますけどね、2023年の12月の27日の水曜日、時刻がですね、13時48分ということでね、えちらおちらですね、歩いて、来ました。今日は川崎側ですね。いつものね、蒲田側というかね、本宅側ではなくて、川崎側の、ね、多摩川の方に来てます。今日はちょっとふらっとね、歩いてきたんですけどもね。いや、なんか、あまり正月っぽくないね。歳末っぽくないですよ。そういう意味では。まあ、のんびりとね、そういう感じでございますけどもね。まあ、今日もまた、なんだかんだでね。もうあと、今日27日ですから、4日ぐらいですか。今年もね、2023年もね。そうなんですけどもね、なんかあれだよね。全然正月っぽくないというか、歳末っぽくないというか、ね、そういう感じで。天気もね、まあ、結構今日は雲がありますね。この辺は。南の方かな、北の方、北ではないな。はい、なんか、関東のね、向こうの方、静岡とかあっちの方はなんか晴れてるみたいなんですけど、なんか、この辺からずっと雲がね、エロと言うとですね、エロだって、なんか、うろこ雲みたいなのがごちゃごちゃあってね。で、まあ、基本的にはブルーなんですけどもね、いい感じなんですけども、今日はたまたまね、あそこに、何でしたっけ、あれ、船があるのでね、ちょっと、いつもだったら天井の方に向いてるんですけど、今日は、ちょっと下向けてね、まあいろいろと、なんかあんまり人が歩かないような気がするんですけど、ここら辺っていうかね、今日はね、さっき人が一人歩いてましたね。まあまあそんな感じで、まあやばいことはやばいですけどね、まあ今年もね、本当にもう何をやったんだろうと思ってね、今日は27日ということで、あと4日ぐらいですか、終わるのがね。だけども完璧にこう、なんていうんだろうね、ちょっとあれだよね、動きが取れないというか、なんかこう忙しいというか、なんというかね、まあ結局はあれなんですよね、家に戻ってからごちゃごちゃすることがこうなかなかこうね、眠っちゃったりして全然できなかったりね、寝てたりしてね、だとなんかこうずっとだからパソコンの前にいるというか、まあ部屋の中にいるとやっぱりこうなんかこう外に出てきたいみたいなね、まあそういう感じもあって、まあ、今日もそれで出てきましたけどね、こんなことやってる場合かよとかねってね。まあそういうことですよ。でまあね、まあ結構あまり予定入れてなかったんですけどね、なんかその、まあ予定入れた後がね、やっぱりこうちゃんとだからいろいろとね作っていくっていうのがやっぱり結構ハードかな、どうかな、やっぱりこうなんていうの、それをこうね、めんどくさがっちゃいけないですよね。めんどくさがっちゃいけないですけど、めんどくさい、ね、まあ本当にね、なんかこのなんていうんだろうね、根性がなくなったっていうかさ、なんか疲れちゃうんだよね。でまあ最近は本当意思に関わらず、寝ちゃうっていうね、まあそういう感じがあって、昨日飯食ってからすぐ寝て、1時間ぐらい寝たんですよ。ああ、やばいと思ってね。なんか、もうね、12時に近いぐらいに起きたから、やっぱり、これは今日は何もできないわとか言いながら、じゃあ、なんか少し、最近はネット見てないからネット見ようかと思って見出したらね、結構、なんだろうね、軽くというかまあ、適当に見てる分には最近すごくつまんないんだよね。なんかわけのわかんない CM、というか広告がいっぱい出てきてさ、まあなんか買ってっていう広告だったんだけど、なんかこう意見広告みたいなのが結構あってさ、これがまたね、やっぱ引っ張るんですよね。なんかこう、そんなことあったのとかいう感じでね、見たくなるんですけども、見てみると大したことないんだよね。なんだこれっていうね、そういう感じでね。ね、ちゃんとだから、昔はもっとね、キャッチというか見出しである程度わかったっていう感じがするんですよね。で、それで、ああ、なるほどねっていうことで、まあ、それで興味があれば、ガンガン深く掘り下げて見ていくっていう感じがね、あったんだけど、今なんかもうなんかキャッぐらいな感じでね、やばい驚いた、どうしたみたいな感じで見たらさ、ちょっとね、ちょっとあれポケットの中になんか何もないんで、驚いただけとかね、そんななんかおいそんなことであれだよ、なんていうの、そういう引きとしてはね悪くないと思うんですよ。だけどやっちゃいけないっていうかさ、やってもいいのか悪いのかって、そこら辺の、で、あとなんかさ、広告が、なんか動画かなんかだ。そして、それをクリックすると音が出ちゃうんですよ。ね、これがね、もう最近はもう本当に TPO も関係なくね、前はまださ、そうでもなかったんだけど、今はね、もう本当にね、無法状態。だからあれちょっとね、仕事サボってさ、会社で仕事サボってさ、なんかちょっと、いろいろ見てたりしたりなんかして、広告が入って、YouTube とか見ててさ、で、広告が入ってさ、広告がこの音が出ますみたいな感じでさ、見れねえじゃん。ね、で、なんか短い5秒ぐらいの CM なんだけど、なんかさ、もう、すごいもう、子供相手のさ、ね、例えば JR とか言ってね、なんか、何も考えないで顔してね、映ってて、それだけで終わりますよ。まあ、連呼することによって、それでね、覚えてもらおうっていう、そういうことはあるけれどもさ、ね、やっぱり、それはやっぱり見てることとしてやっぱりなんかこう、息抜きにね、会社でちょっと見ようかなと思ってて、まだ仕事中にね、ちょっと、ああ、一段階したから、ちょっと、ああ、って、パカッと見たらさ、ね、連呼とか言われたらさ、みんなもびっくりするよね。お前何やってんだと。いや、今ちょっと、いい具合に時間が空いたんだよとか言ったって通用しないじゃん。ね。だからそういう、なんて言うんだろう、個人的な部分のさ、なんて言うんだろう、マナーみたいなものっていうのはさ、ほんと崩れたよね。
それからちょっとなんか意見違うと、それは何時何分何分何秒 何時何月何日何時何分何秒に誰がどうして言ったんですか、それどこに書いてあるんですか、自分で調べろよってねえ、こっち調べてさ言ってんだからさ、いう話になってくるわけですよ。ね、なんか、ニュースソースとかソースソースとか言っててね、ソースだってね、中濃ソースもあればさ、ブルドックソースもあれば、スターソースもあればさ、お好みソースもあればさ、ね。なんかだからそういうふうにこう、ね、やっぱりその、まあ、そうやって、なんかこう、めんどくさくしてるっていうかさ、そういう感じだもんな。だからもうネットもね、まあ、昔テレビのコマーシャルがやっぱりそれだけつまんなくなって、ね、いいコマーシャルもたくさんあるんだよ。いいコマーシャルもたくさんあるんだけど、なんかめっちゃつまんなくなって。あとバラエティ番組もさ、ね、バラエティとかお笑い番組もさ、ね、例えばお客さんっていうかもう視聴者を笑わすための番組のはずなのにさ、会場でさ、会場っていうか芸人たちが笑って受けてさ、面白いでしょって言ってるみたいなね、つまんねえよって話だよね。うん、それとあとやっぱりピー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 ね、放送禁止用語でもないのにピーって鳴らせば、なんかやばいみたいな、とか言って驚くわけでしょ、みんなね。あと笑い声かぶせるとかさ、ね。そんなことやってさ、それはそれでね、いいとは思うんですよ。やるようによってはね。だけど、あまりにもさ、露骨だったらやっぱそれつまんないよな。まあ、結局そういう30年ぐらいそういうのがね、まあ、やっぱりなるほどだけどね、やっぱ加工してうまく見せる、綺麗に見せるっていうのは、それそれでいいんだけど、どうなのかなっていうふうに思うよね。でも、やったもん勝ちだから。ね、ほんとそれすごいよね。うん。だからやっちゃうんだよね。やっちゃうけれども、それで受ける人もいれば、もう、しらっとする人もいればね。だから、そういう面では、なんていうの、まあ、よく、一生懸命やってる人たちって、ね、若い子たちとか、って言ってたけど、俺たち表現者はさ、と言うけどさ、表現者は表現しろよ、ブツブツ言わないで。ねえ、で、それをさ、見てさ、俺たちは逆に言うと、感動しました。すごくいい芝居でした、とかいう話するんだけど、表現者がごちゃごちゃごちゃ喋ってどうすんのよ。あ、ツイッターなんかもそうだけどね、今、なんだ、X だって、ツイッターなんかもそうだけどさ、客観的に見てこれはダメだっていうことを言うのはかまわん。だけどやっぱり、それの、言うためにはやっぱり、だったらこうしようよねって。あんなことやってるとつまんないでしょ、ね、つまんないよね。だけど、あれをこうやってればもっと面白くなるんじゃないのっていうことを言わないで、ね、みんなが思ってることを言うから、あ、鋭いとかいう話になってくるわけだよね。鋭いとも何でもなくてさ、普通に見てればさ、普通に考えてれば、わかんないのかな、どうなんだろうな。だから論破論破って言うけどさ、何が論破だ、論破ルームかよみたいなね、まあ、そんな話もなってきて。まあ、確かにね、そういうことをしっかり言うってことは大切なことなんだけどさ。ね、だから言ってなしゃダメだな、みたいな。こういうことはこうなんだけど、どうなのよっていう話をちゃんとしなきゃダメなんだよね。いや、それは、だからそれは分かると。分かるけどどうするのって話になった時に答えがなければさ、それは分かっただけで、まあ、分かっただけですごいんだと思うんですけどね。ただやっぱり考えるところまでいかないと、何の意味もないでしょ。あれは悪いんだなっていうことで終わってしまうみたいなさ、そういう感じでね。それがね、もう本当に、なんか知らないけどさ、もう何十年か前の人たちってのはやっぱりそう言いながらもやっぱり、なんかこうちゃんとね、答えってこうやったらいいんじゃないのみたいなことをみんな持ってたような気がするんだよね。それをしっかり、まず子供に教えるようにさ、これはこうでこうだからこうなんだよねって、こうしようよねっていう人もいれば、まあそれそのままにしててね、そのぐらいのこと分かるよお前って、そういう人もいるけどさ。でも今ほど、もうとにかく、それ、どっか分かんないとこありますかって分かんないとこないんだけど、だからどうなのって話を聞きたいんだよ俺はっていうさ、そういう風になってしまうでしょ。だから本当にね。だから重箱のね、重箱昔よくあった話だけど、重箱の隅をつつくことっていうのはもうすごくなんか、誰でもね、みんな分かるよね。これここおかしいとかいう話をね。まあ例えばそれは一箇所じゃなくて、たくさんある。おかしいところもたくさんあるし、いいところもたくさんあるってことは当然あるわけだから。一つしかいいところはなくて、おかしいところも一つしかないとか、そんなことではないのであって。それはもう、それをもういろいろと考えた人、見た人は、やっぱりいろんなところでおかしいなと思うし、ね、いろんなところでいいなと思うわけだからいいんだけどさ。まあまあいいのもな、本当にね。それはね、よく言ったっていう意味ではね、よくそこまで言ったっていう意味ではそれぞれいいかもしれない。なかなか、こんな状況になってくると、こんなね、状況になってくると言えないもんね、なかなかね。でも言いっぱなしでって、怖いなって思ってね、とかってね。で、大体もう、普通に考えればみんなわかることだからさ、ね、それをぶつぶつ言ってもなとかね。だから、もうめんどくさくやってんだよね、本当にね。ただ、やっぱりほら、ごまかしくんとかさ、まあ、そんなに何も見てないし、それなりにぶつぶつ言ってて、好き。まあ、だから、やっぱりそれを何も言わないってことはやっぱりね、かなりこう、ストレス溜まることだから。まあ、なんかぶつぶつ言ってスッキリさせるみたいな。いや、と言ってもね、言ってないこといっぱいあるからね。っていうかもう、すごい、多いな、本当にな。結構分かんなくなったね、本当にね。だから逆に言うと、わけが分かんなくなったことをいろいろたくさん集めて考えてきて、それをこういろいろ考えて、面白いことにできるかなみたいな、今考えてたりするわけね。で、それでまあ、大したことじゃないんだけど、全部ひっくり返したら面白いかなと思ってて、ね、未来は男はみんな女装してるの。女はみんな男装してるの。そういう中でごちゃごちゃするとかな。それはね、誰が決めたことではなくて、もう何百年も、まあ100年か、まあ、決めないってわけじゃないけどね、やっぱり100年、200年ぐらい先の話だともうみんな誰もわかんないからさ。ね、だから、その時代にね、何が起ころうとさ、ね、それがおかしいじゃないっていう人は誰もいないんだよ。誰も知らねえんだから。ね、そういう人でさ、そういうもんでさ、男の子はみんなセラックスだよ。女の子はさ、みんな
それかこう、普通のね、あの、カジュアルな、それこそあの、スポーティーなさ、格好してるね。うん。で、そういう中でね、話が面白いよな、と思ってね。もう全部だから逆になるわけですよ。そういう意味では。逆なところがなんともおかしいみたいなね。まあ、それおかしくないかもしれないけど、当たり前だって言われるまではね、当たり前なことをやってるんだけど、10年、まあ、50年前、100年前は、それが全部逆さまだったっていう話が一応その、お約束事なんです。ね。だほんと。例えばあの、薬剤が向かってさ、人が来たら帰って。あれ昔はさ、女の子スケバンとかさ、不動の妻とか言われてたけどさ、あの、スワロフ軍隊みたいなさ、女の子が出てくるんだよ。ね。で、なんかキャバレーとかそういうところでさ、歌ったり踊ったりするのが、あの、セーラー服着たさ、いい親父なんだよ。キモいでしょ、うん、ね、面白いよ、それが。なんか、バンバンしてね、うん。ね、すごいよね。それあの、千葉真一みたいな女の人がいてね。まあ、塩水子さんとかね、あの、女一つ、一つ剣とか言ってんだよ。言ってた、やってたけどさ。そういうの、千葉真一みたいなさ、女の子が出てきて、あたーとかやるわけね。ブルースリーみたいな女の子が出てくるんですよ。あたあたあたとかね。あたたたたとかね。で、ジャッキーちゃんみたいなさ、女の子も出てきてさ、大騒ぎするんですよ。ね、で、そうして、そうだね、ロマンの休日みたいなさ、男の子みたいですか女装して。ね。ロミオとジュリエット逆にしたら面白くないか。いや、面白くないんだけどさ。それだけじゃ面白くないよね。ね、ロミオとジュリエット逆でさ。ね、あと、白雪姫とかね。白雪姫じゃないの、白雪姫ね。あと、リンゴ食っちゃったりしてさ。ね、男の子がずっと眠り続けてるっていう、そういう話ですよね。女の子は逆に言うともう大騒ぎするっていうね。花坂ばあさん。あ、花坂、どっちだ花坂。花坂じいさんは花坂じいさんを女の子がやるわけですよ。天の上の登ってさ、ね、で、ばらまいてさ、枯れ木に花を咲かせましょうっていうね、女の子がやるわけですよ。なんか見ててさ、なんかすごくない？ね、おばあさんだけど。とかね、まあいろいろそんな感じでやってみるの面白いなと思ってね。うん。ただやっぱりこれもさ、発想はそういう、ただのそれだけのことだから、まあ、発想はそれまあいいとして、話がね、やっぱり難しいよな。うん。だからね、パラディでも何でもいいんだけどさ。ね、いや、要するに、男の子の連中がみんなセーラー服着てさ、ね、スヌーピーかなんかのさ、グッズつけてさ、投稿してるっていうのがいいかなと思ってね。うん。で、女の子がみんな空手のね、ドンに来てさ、えいや、やっててさ、ね。明日のジョーの女性版。ね、サンドバークに行って、あ、でもあれか。ね、ボクシングやるのはいいけど、胸とか出ちゃうな。そうするとやばいな。剣道か。吉川くんっていうね、森田健作さん。森田健作みたいな女の子がさ、ね、吉川くんって言ったらさ、なんか、セーラー服来た、吉沢局だって、セーラー服来たさ、なんか男の子がさ、ダメとか言って、女の子がバカ野郎とかね、玉川に向かって叫んでさ、うわ、なんか、キモいな。でもなんか、バカバカしくていいよね。こういう、なんかこう、まあ、一人向けですけどもね、自分向けですけども、やっぱりそうやってね、バカバカしいことを考えてると、やっぱり面白いなと思ってね。ただ、ストーリーをちゃんと作ればね、うん、まあ、めちゃくちゃでもいいっちゃめちゃくちゃでもいいんだけどさ、だけどやっぱり、ちゃんとね、そのめちゃくちゃが通りに通るようにね、それこそ何時何分、どこに行った、オリンピックで何位だった、金メダルか、みたいな話をね、やっぱりしなきゃいけないっていう部分もあるから、そこが難しいところだね。うん。だからまあ、そういうの発想とかそういうことはもうなんか24時間、まあ、頭の中で考えて、これやるとバカバカしいよね、みたいなね。うん。まあ、国際だけどね、そんなのね。だから、抜けた発想とかはできないんだけどさ。ね、パルディとかちょっとね、ずらすみたいなね。今、トマが流れてるからさ。ね、これ全部コーヒーだったらすごいよね。うん。まあ、何に飛び込むかな。コーヒーを飲みたくて、卵に飛び込んだパサイモンが、今年は多くなりましたので気をつけましょう。みたいなね。そんな話とかね。ね、本当にもう何が起こるかわかんない。何が起こってもおかしくないっていうね、そういうような、面白い話があるといいな、本当にね。うん。いや、なんか、でも急に晴れてきたね。空がね、結構かっこいいな。うん、じゃあちょっとやっぱり船をあれして空にしよう。ね。空見たか。ね。うん。まあそんな感じでさ、結構ね、面白いような、決まんないような。うん、ね。空綺麗でしょ。ね。なんとなくこう、なんとなく絵に描いたような、ね。なんかこう、コーヒーをこぼした、コーヒーは茶色だけどさ、なんか、牛乳をこぼしたような感じのね、空ですね。青い空にね。うん。東部の放送紙みたいなね。東部デパートの放送紙みたいな。あれ今どうなってるのかわかんないけど、昔はこんな感じだったよね。東部デパートの、空と雲みたいなさ、そういうような、感じであったよな。ああ、それでね、今日はね、そんなに寒くないんだわ。うん、意外と。いや、もちろんだから着込んでることは着込んでんだよ。うん。寒くないんだわ。ちょっと見てみようか。どれにしようかなぁ。出そうか。これだ。うん。14時10分です。14時10分の気温が 12.1 度。うん。寒いこと寒いよね。12度しかないからさ。だけどまあ、全然 OK だよな。このぐらいだとね。いや、電車も走ってるしね。本当に。うん。いや、ほんとさ、ね、2023年どういう年だったんですかね。まだ4日あるからさ、もう1回できるかなとかね、思うんですけどね。うん。今、あとそうだ、あとあれだよ、大晦日までに2本、ライブがあるんですよね。で、今、ライブを撮ったのはいいんだけど、作ってないのが、今やってるやつも合わせて、1、2、3本ある。ね。だから、残り2本とやってないのが3本あって、ね。5本でしょ、ね、?4 日しかないのに5本ですよ。無理。ね。いかにさ、だからこんなことしてる場合じゃないよったらそれまでなんだけど、してるんだよね、なぜかね。だからいかにもう、なんていうか、だらっとしてるかっていうか、のんびりしてるっていうかさ、つうか、
気持ちは焦ってるんですよ、かなり。ボロボロに焦ってるんですよ。でも、やっぱり、しょうがないですよね。まあ、こんなところまで出てきてさ、もう下手したら1日2万歩とか3万歩になっちゃうんだけど、そんなことやってるから疲れちゃうのかなっていうのもあるんだけど、家の中にいると本当にね、まあ、それはそれで疲れますよね。うん。で、あと、やっぱり買い物とかさ、やっぱり行かなきゃいけないじゃないですか。ね。で、例えばその、まあ、この前もね、ちょっとね、言われたんだけど、やっぱり冷凍するっていう、要するに保存するっていうね、それがやっぱりね、必要ですよ。それがね、やっぱり現代人ですよね、資格だったな。冷凍庫なんかいらないや、ね、どうせ来るんだからと思ってたらさ、やっぱりその食べなかったりするわけですよ、食べなかったり残ったりするわけですよ。そしたらそれをやっぱり保存しといた方がいいですね。保存しとないと、1回に買う量が少ないから非常にこう節約してる気になるんだけど、それがさ結構残っちゃったりする。卵とかそうよ、ね、まあ、卵もさ、なんかやっとなんか落ち着いた値段になったね、200円切るぐらいのね、10個でね。いやでも本当あれだよ、なんかで、今度、自分はなんか、他のものがなんか、不足してるみたいな。あと、風邪薬とか、薬がなんか、最近不足してるみたいだよね。薬はあんまり必要ないからって言ってもね、風邪薬、で、ね、ドラッグストアでさ、風邪薬の値段聞いたら、大体、ね、悪性込みで大体1500円くらいになってるんだよ。ちょっとした普通の大きさの、市販の薬はね。で、大体1380円とか1400円くらいか。そんな感じの値段なんだよ。高いよね。というかもう、全部高い。ね、急に上がったって感じですね。だからね、これだけ上がったのに全然なんか不況でみんなだから、給料も変わんない。むしろね、上がった分だけ下がったみたいなね。うん。手取りが減ったみたいな感じとか、税金いっぱいだとか、オリンピックやるじゃん。オリンピックやるなんだけど、万博やるとかさ、そんな話ばっかりで。関連してよって話だよね。だから、なんて言うんだろうな。経済の規模みたいなのさ、どっかおかしくなってるね。でも、例えば、それ自分のところでやれるだけだったらまだいいんだけどさ、もうできなくなって、例えば、職人地みたいな感じだよね。経済もだからそこの中に組み込まれていたら、やっぱり、どうしようもないもんね。で、やっぱ儲けなきゃいけないから、なんとかね。だから、大手は儲けるだろうけどさ、中小だとか、その現場関係はやっぱ儲けなきゃいけないからさ、賃金とか削りじゃん。それはやっぱり、下請けなとかそういうね、下っ端の方はもう、ね、こんなんじゃ、もう、ダメだよねって話でね。で、そこでまあ、そういうのが昔のほら、市の交渉じゃないけどさ、百姓は生かさず殺さずっていう、そういうような、ことって、確か、ね、歴史の方に書いてあったけど、それだよね。だからね、マイナンバー登録したら2万円あげますよとかね、そんな話になって。2万円もらうのはそれは嬉しいけどさ、でもやっぱり、その時だけでしょ。あ、嬉しい、キャッキャーって言ってね。で、それでまたなんか、時間が過ぎたらさ、なんか変みたいな感じとかさ、やっぱりちゃんとだからそういうね、経済なんだけどさ、しっかりさ、安定した動きをしないとやっぱり、俺たちダメだしさ。で、そこで、ここまで来ちゃって、やっぱり消費税はやっぱり変わった方がいいってなんだよね。10% ね、俺たちが使う金がね、減れば、やっぱりまだ、でもはっきり言ってきついかもしれないな、もうな。2、3年前だったら 10% で、ね、大丈夫だったかもしれないけどね。今はもう 10% 以上上がってるから。ね、急に不況になったりとか、円高だとかさ。で、円高とかさ、円安だから、ぶっちゃったから分かんないけどさ、あれのおかげでも相当来てるもんね。だからその外国のそういうあれに影響されるっていう感じでね。そこはまたちょっとひどいなとかって思うしさ。そういう中でも、まずそこら辺なんとかしないとね。だから外国でいかに影響があっても、国内は大丈夫だっていうことがちゃんと分かればいいんだけど、それはまあかなり無理なことだしっていうか、そういうなんていうの、国内をちゃんと自立を作るってことが大切なのにさ、それをやってこなかったこの30年、40年っていうのは。ね。で、今頃ね、みんなね、分かってたんだろうって言われたら、分かってたのは分かってたんだけど、さっきも言ったツイッターやなんかでもそうだけど、分かってそれをブースか言ってただけだからね。こうしろよ、ああしろよってことを言ってなかったわけだよね。それね、まあ、与党がいいとしてもさ、野党がさ、こうすればいい、ああすればいいってことをちゃんと言わねえから、ね、まあ、逆に言うとその野党自体も親方日の丸みたいな意識がやっぱりあってさ、まあ、それは俺たちの中でもあるんだけど、だけどそこでさ、もうなんていうかおかしなことになってね。でもよく考えてみればさ、もうある程度ダメだったらやっぱり変えなきゃダメなんだよね。で、変えたところでも、一回変えて、ほら、こいつがダメだからまた俺たちがやるよって言ったって、ダメな奴がまたダメやったことをやってたわけだからさ、ずっと。変わんなかったわけですよ。だから俺たち変わんないなって言ったわけだよ。一回ダメなやつが、野党にゲアして、で、野党が、与党になってやってみて、短期間でもいいからダメになったら、また次の手を打たなきゃいけないのに、また元に戻します、みたいな感じでさ。いや、例えば法律なんかやっぱりもう一回決めたものだからね、また直すのも大変だろうっていうのもあるけども、だからこそ真剣に討論しなきゃいけないわけでさ、ね、実際だけ保険だったかなとか思ってた年金か、年金の時にさ、ね、なんか吸ったもんだ揉めてさ、なんとか、強行採取かもんかしてさ、これで100年大丈夫 ?100 年経ってないんだけど、まだね。ガタガタじゃん。で、民営化とかもさ、そうだよね。ガタガタだよね。だからさ、今本当に景気が悪いんだったら、やっぱり雇用をさ、国がやるべきなんですよ、本当は。で、要するに昔はね、やっぱりそこまでね、経済とかそういうことも発達しなかったから、国がとにかく、頑張って、そういうことをやらして、それで、ある程度だったら、払い下げしてっていう形だったんだけどさ、もうここ3、40年間はもう全然違う形だからさ、もう一回やらせなきゃいけないっていうか、本当はやっちゃいけないことをやったわけだ、早い話だ。JR とかね、また、変なことですけど、JR を民営化しようとか言ってさ、本当にね、黒字路線はまだいいよ。でも赤字路線はもう徹底的に赤字になって、特に地方の方なんかさ。だって最初からダメに決まってんじゃんっていう話だよね。
人口も少ないしさ。でもそれをさ、やっちゃうってところがすごいよね。うん、で、郵政民営化とかああいうのもそうでさ、ね、結局、なんか、来年とか再来年に郵便料金値上げするけど、1年持たねえとか言ってね。うん、ね、で、やることってのは要するにさ、止めてね、うん、またちょっと上にするよ。うん、国営をやめて民営化にするってことでしょ？ダメだな、あんなことね。うん、それはそれに決まってるよね。やっぱりベーシックな部分でやってるんだから、赤字になったってやった方がいいんですよ。で、それで、例えば国鉄なんか、まあ JR なんかそうだけど、赤字路線は大変だって言うけど、赤字路線は、ただ電車運転するだけだったら大変かもしれないよ。人いないんだから。だからやっぱり、そこをなんとか活性化させる努力というのが全くしてないのね。まあ、その時はさ、やっぱり電車は電車だけっていう話だったから、っていうことかもしれないけど。もっとだから地方をそういう面で独立してたんですよね。だからそこら辺のところもちゃんとしてないから、電車だけね、やればさ、赤字路線は切れた話になる。で、まあ、あと、トラックだとか輸送関係のあれがあるから、そっちの圧力もあるだろうけどさ。でもやっぱり普通に考えてみて、ちょっとだから真面目に考えてみると、鉄道も道路も大切だから。うん。赤字になったってちゃんとやらなきゃダメな。で、なんかね、鉄道じゃない、道路にしてもおかしいよね。全部有料にしてさ、もうあっちこっち作っといてさ。で、鉄道と同じことなんだよ。だから、どっかはやっぱ赤字になってますよ。赤字になるでしょ、ほとんど。下手したら全部赤字になっちゃいますよ。ね、黒字のところも当然あるし、あれなんだけどさ。ね、なんか船が動くってかっこいいだろ。なんかこういうところはね、そればっかり映すんじゃなくて、こういうところも映さなきゃいけないなという、そういうことだからほんとね、赤字とかね。だから、要するに参考者5原業ってあったでしょ？半官半民みたいなね。だから大切なものは全部国がやって、で、それがやっぱり景気の動向があって、景気が良くなればそれを例えば採用するとかそういうのをね、少し絞りなりなんなりして、景気の悪い人がガンガン採用して、バイト募集して、ガンガンやるっていうね、非正規を募集するんじゃないよ、バイト募集するんだよ。ね、やっぱりそういうふうに、正規社員でしっかりね、やらないとね、結局ダメだから、どうしようもなくなるからね、そういうことができればね。いや、ほんとだからそこら辺がね、もう、やっぱり基本的なベース、例えばまあ、先生だよな、教育の部分とか、あとそれからなんだっけ、医療。うん、介護やなんかも全部含めてね。だいたい民間にしたと、民間にすればさ、確実にさ、ある意味さ、可能性としてはさ、潰れる可能性があるわけじゃないですか。学校もそうだけどさ。だけど、そこをやっぱりちゃんとベーシックするために全部国営にして、ね、やるっていうこと、形ですよ。だから、ね、それで、要するに消費税をなくしてやっていけば、まあ、少なくとも、だからまあ、ここら辺からは難しくなるんだけど、やっぱり、まあ、例えば、なんて言うんだろうね。要するに、そんなに不況にはならないでしょ。で、あと当然のことながら、やっぱり物資の問題もいろいろとね、だからさ、最終的にはやっぱり、全部、みんな人任せっていうか、もう丸投げしてるからこういうことになるのよ。商店街だってそう、みんな一生懸命個人が頑張ってさ、商店街作って駅前を活性化してたのが、全部こう、JR だ、それからなんだ、携帯電話だ、なんだかんだで、全部だから、自分らのね、商売に、あとコンビニな、商売にしまったおかげでさ、もうガン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 そういう個人の店がなくなっちゃって、もうガタガタじゃないですか。全部閉まってるけど、今はもう保険だとか、ね、コンビニだとか、あとチェーン店だとか、そういうところしかないっていうね。それは街つまんなくなるよ。映画館もなくなっちゃうぐらいだからさ。ね、で、何のために文化庁があってさ、フィルムセンターがあるんだよって話だよね。東京ばっかりね、フィルムセンターで上映やっててさ、200人ないんだからさ、もう文化的な程度だってさ、完璧におかしくなるじゃん。ね、だからそこのところはまあ、ハンデではあるんだけど、やっぱり地方は地方でさ、伝統文化とかそういうことで頑張っていかなきゃしょうがないのかなとかね。あとは都落ちしてね、頑張っていかなきゃしょうがないのかなとか、結局はだからみんな丸投げしてさ、うん。で、どう考えたってやっぱりね、都市の方が住みやすいから。で、テレビ見てもラジオ見てもやっぱり人口が多いからそういう話しかないでしょ。過疎地の日常なんていうさ、倉本さんぐらいから、ああ、作るとしたらな、でももっとしたら若いやつなんか過疎地もクソもねえからさ、もうね、うん。で、そういうのも含めて全部だからやっぱりもう、独立かな、地方でさ。で、どうするともう国成り立たなくなるね。ね、だからそこが問題かもしれないけど。でもやっぱり、あまりにも手を打たなかったからってね、この50年ぐらいにかけてね。で、なんか、俺たちもだから、そういうことは偉い人がやってもらえるんだろう、やってくれるんだろう、俺たちの代わりにって。で、民主主義ってそういうことからね、あるんですよね。うん、みんな代表を選んでさ、議会やってもらって、それで決めると。で、結局はそれが良かったか悪かったか、俺たちが決めるってことなんだけど、そういう感じでね、俺なんかもすごいぞ、選挙で受かった人なんかね、2、3日しかいないんだから、50年ぐらい毎回選挙行って。ね、すごいよな。で、やっぱり最近本当に思うんだけどさ、もうあれだよね、政党とかってさ、やるんじゃなくて、自民党の中でもやっぱりこれちょっとおかしいんじゃないのっていう人と仲良くなって、また今回反対しようよっていうさ、そういう活動をすればいいんだよ、野党は。それはね、なんか共産党はね、ダメだとか、そんな話じゃなくて、共産党の中でもいいやつがいるし、共産党の中でも自民党に近い人もいるだろうと思うからさ、そういうことだよ、結局。人間なんかいい加減なものからさ、って、一人一人、今日はあっちがいいなと思えば、ね、明日はあっちがいいなってことになるんだから。ね、だからそういうことも全部含めて、だからね、議員さんって本当に難しいと思うよ。一人一人口説かなきゃいけないんだよ。ね、だからイケメンだとかさ、美人が多くて当たり前だと思うんだよね。口説かれるな、口説くな、口説け、口説かれるなって感じでね。いや、これやったら絶対あんたモテるよとかね、そういうような、ことでいいんじゃないですかね。ねえ、だから今みたいなことやったらさ、だん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 みんなね、顔つきがおかしくなってくるから、ね。
だからあと100年か150年したら、あの一番最初に言ったようにさ、あの女の子はみんな男装して男の子はみんな女装するっていう、そういうことでもあるかもしれないよね。もうダメだ、もう変なやつは変な男ばっかりだからな、しょうがないな、みんな女装するかみたいなね。女の子本当にもう男がもうここまでひどくなったら、俺たちが頑張るしかないわねってね。みんなボクシングとかね、空手とかね、すごいね。あのだから大晦日のさ、なんだ K-1 とかあの辺だとさ、女の子ばっかりじゃん、ね、もう知られてるっていうさ、そういう迫力あるよね。うん、で、あの、男の子がさ、あの、女装してね、あの、ランドガールやったりとか、いいじゃないか、すごく、バカバカしくて。ね。で、あの、実況とかはもうすっごいまともにやっててね、ダイナマイト花子が、ダイナマイト花子が、キックとか言ってね、ダイナマイト花子だって、すごいな、これもな。ね、この前、ライブでね、あの、オープンマイクだったけどさ、ダイナマイト琥珀川さんっていう女の子がいてさ、ダイナマイト使ってるすごいな、と思ってね。でもそのオープンマイクにはさ、ダイナマイト小泉って言ってさ、これはすごかったんですけどもね、あのこれってか、うん、すごいんですけども、出たよダイナマイト琥珀川っつってね。でなんかね、この子すごい面白いことね、面白いっていうかね、あのすごい浅川真紀とか歌うとぴったりじゃないかと思うんだよね。まあ、ああいう歌ね。あと日吉みみとかね。でも日吉みみなんか最近誰も知らないのかな、もうね。世の中バカなのよっていうね、寺山さんの歌だな、あれな、作詞だな。うん、あのね、世の中バカなのよ、上から読んでも下から読んでも世の中バカなのよって、もうそういう歌ですよ。うん、いや、でも本当、あまりにもね、でも結局ね、真面目に考えてたってもしょうがないっていうこともあるかもしれないから、やっぱりバカバカしいことを考えて、バカバカしいことが、まずね、感覚として面白いかつまんないかっていう部分ね。だから俺なんかのやつは聞いてくれる人もいるけどさ、真面目に聞いたとさ、あ、つまんねえんだよとかって言うけどさ、つまんないと思うのが素敵だ、あなたは、みたいなね、うん、ことですよね。だって、そりゃさ、何十回も何百回もな、ね、1600回近くやったらさ、面白いことばっかり言えるわけねえじゃないかよ。もう全部ね、あの100回までで全部面白いこと言ったんですね。あと1500回は面白くないかもしれないし、ね、まあいいんだけど、その方はこれもね、うん、まあそんな話をしながらね、気がつけばもうこんな時間、さあ果たして2023年はこれで終わるのか、それとももう1回ぐらい、ごまかし君やるのか、どうなのか、ね、ね、本当にこんなところでこんなことやってていいのかなって思いますよ、本当に。まだライブの映像1本しか作ってないですからね、あの4本で多分ね、全部終わるんだけど、1本しかできてないんで、これまた大変だわ、あ、やばいな。ということでね、まあ、しょうがないっちゃしょうがないよね。まあ、なるようにしたらなるので、まあ、しょうがないから、ね、この辺で、やめときましょう。で、これだってさ、結構それだけ詰まってるのに、これやっぱりタイムリーだからさ、明日からそこらぐらいには上げなきゃいけないでしょ。帰ってきてさ、一応細かいところはまあ、後でやるとしてもさ、本当に、チャカチャカっと作っちゃわないとね、どうしようもないからね。ということで、今日もどうもありがとうございました。天気がね、真っ青です。とっても青くて。やっぱりあれだね、川崎が意外といいな。静かだし。ね。あの、まあ、あまりちゃんとなんか整備されてないって、それまでのことで、あの、大田区の方はね、もう、あれだからね、あの、サイクリングロードとか、そういうのがバシッと決まってて、あとサッカーやったり野球やったりとかね、そういう広場がバシッと決まってるからね、まあそういう意味ではすごい進んでるっていうのは進んでるんだけどね、それ以上と、それ以外と、こういうようなね、ブツブツやれる場所があるという川崎、南神奈川、ラブでございます。はい、ということでどうもありがとうございました。またやりますのでね、とにかく、もう、年末のバタバタしてる時です。はい、まあ、とりあえず何回でもやりたいと思ってますので、よろしくお願いします。それでは、おやすみなさいです。グッドナイト。ではでは。